ハロー、あやかです。今日はこの爪を紹介したいと思います。じゃじゃーん、見て、どう見える？うん、見える。じゃじゃーん、可愛くない？これは宇宙と竜っていう題名テーマね。うん、あ、で、今日はなぜ動画を撮ってるかっていうと、もともとフォロワーさんからお届け物でーす。さて、これは皆さん何だと思いますか？この中身は、箱の中身はなんじゃな、それで突っ込むやつでしょ。なんじゃな、じゃあとりあえず開けるよ。間違えた、自分にびっくりしちゃった。はい、ではでは、ではでは、皆さん箱に注目。箱に注目。愛媛といえば、あ、やべ、映っちゃった。何書いてあるね。書いてないよ。書いてあるって。え、やべ、バレちゃった。しょうがない。じゃあ開けます。ドドーン、やばいよ。ゴロ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 、近くに来てゴロ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 、ウィー、すごい。愛媛みかんですね。愛媛といえばみかんでしょ、やっぱ。晴れ愛媛だって。晴れ愛媛はみかんかけるオレンジと、晴れ愛媛、晴れ愛媛、これ晴れ姫じゃない？ね、4文字だよ。ちゃんと読んでよ。晴れ愛媛かけちゃったよ。愛媛と晴れ姫です。晴れ姫です。晴れ姫はみかんかけるオレンジとオレンジを掛け合わせたもの。さらにみかんを掛け合わせて誕生した。さらにまたみかんを掛け合わせて誕生した新品種だって。ってことで食べます。いただきます。やばいよ。うまっ、最高なんですけど。こんなにね、小さいのだけど甘さが凝縮してる。皮がね、柔らかい。皮が柔らかい。あ、歯見て、赤ちゃんみかん発見。やば、ちっちゃ。ほら、赤ちゃんみかん、やばくない？かわいいね。味わいながら食べたいなって思ってます。ではこちら送ってくれたフォロワーさん、ありがとうございました。美味しくいただいてます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。見るんじゃん。え、あは？あれ？あらないの？みかん。そばに。そうだけど。食べて食べて食べて。さあ食べて食べて食べて。めっちゃちっちゃいね。うん、食べて食べて。めっちゃちっちゃいやつってさ、すっごい美味しい。いや、そうね。さあ知ってるよそれ。オレンジとみかんのハーフなんだって。へえ。めっちゃ可愛いの。そう。あは。抜いた感じ。めっちゃ美味しそう。いや、みかんってさ美味しいよね。美味しい。美味しそう。さだけ食べてないの。そういうドッキリ。あ、見て、赤ちゃん。同じ。やっぱり同じ。